巻人形と捨てられた世界実況プレイ、多分最終回、いやわかんないけどここでラストに突っ込めるんで、いよいよ向かってみようかなと。で、見ての通りというか、わかるかな、みんなにはスピードエンハンスを多めに持たせ、どんどんスピード上げました。もしこれ8個全部スピードとかにしたらとんでもないことになるんだろうな特にみーちゃん。さて、映画に、お、若崎、なんだい、行ってらっしゃいをしてくれるのかい、ほんと行くのか、行くよ、わかった、行っておい鳥になってこい、行きまーす。みんなもついてきてよ、 D 押せば集合してくれるかな。さて、ラストダンジョンがどれくらい長いかだよね。イベントだけで終わるか。おっと、なんだ、決戦のバトルフィールドか。インベーダーゲームを思い出すな。どんどん生成された。おっと、テーブル。ちょっとお茶でもしようやってことかい？王様？かけたまえ。王様にぶっかけろってことですか？違うか自動的に座っちゃった。話をしよう。そう、話だ。まずは顔を見せてくれないか。お？ああ、心配しなくとも。今この空間はスーツなしでも大丈夫だ。安全だ。でもこれ、上を向いてるから素顔見えないってことでしょ？あ、もしかしたら？見れる？あ、見れた！だいぶ目の下にクマが。あ、なんかちょっとネタバレなんですけど、ピノキアの主人公と同じ人らしいですね。やっときゃよかったな、本当に。セキローダー司令、ああだ。これもセキローダーってのもピノキアに出てきたやつらしいね。命令を認識。洪水プログラムの永久凍結。指定荷重惑星 N の推移に向け減速を開始。セキローダー全権限を解放。これは沈んでた船かな。自動工場使用権限解放。遺伝子データ並びに人工受精保育システムを解放。技術分解と、はい略しすぎだと。マスクは口のだけだ。あとは託す。人類滅亡後のピノキオたち。なるほど、自分がもうね、いなくなっちゃうというか、スリープ状態かな。その間もなんかできるようにってことかな。どうか人類を絶やさぬように。喋った、俺が喋ったいや俺は喋ってるんだけど、この中の俺のね名前が一緒だからね。つい何をしに来た。映画に飛び込めばあとは死ぬしかない。へえ、戻れないの。このような一末の夢を見ることくらいはできるがね。俺は喋った。ただこの目で見なければならなかった。俺の下した最後の命令がどのような結果をもたらしたのかを。ふむ、今更か。あれから200年は経っているぞ。おお、眠っていたのだ、俺も。俺はあの時死ぬつもりだったが、ああ、なるほど。ピノキオたちは俺の遺体を冷凍保存していた。ああ、そうなんだ。じゃああれは死ぬつもりで、もう、任せたぜってしようとしたのに。その後は月へ移送され、へえ、十分な医療技術が整うまで保存されていた。すなわち、死後間もない遺体を蘇生する技術を得るまで。それまでかかった月日が200年。で、どうだね、感想は。あ、ちゃんと、こっちのアバターの方も撮ってる。あれだね、フードのように、ちゃんとついてるんだね。後ろ側に、ヘルメットが。そろそろ俺から質問してもいいかい？お前は誰だ？マサオウ。西洋かな？かつて栄えた勝率国、成立国、どっちだろうね。ユエル。その王。西洋リエ・リステル・ユエル。これ、早口で言うとなんか噛みそうだね。の姿を借りた何か。じゃないのか？私は死んでいるはず。だからか？違うな。え？私は死ぬのだ。霊界に身を投じたのならいずれ死ぬ。ここでは何だろう？時が止まってる的な？ただしいずれだ。もしくは、時の流れがものすごくゆっくりになるとか。私は今も霊界に沈み続けているのだよ。おお。自称の地平線。ところてん。
俺のことを妙に知っているような口ぶりだが、なぜだ。意志なき知性はずっと貴様らを見ていた。外から見て得られる知識なら私にもそれは共有される。200年も経っている割には意外と我々のことを知らないんだな。別の我々の人はね、まあ多少してるんだけど、あ、そちらへ確認しているだけだ。幕を開きに来たのか。この大陸を実勢の高濃度魔素で覆い、それを維持し続ける幕を。あ、それ破ったらその魔素だんだんと抜けていって毒素みたいなのを取れるの。この捨てられた世界を拾いに来たのか。いや、ここはお前たちの世界だ。うん、こっちはあの移住しに来た側だからね。死者の世界が。で、ただ見に来ただけか。話をしに来ただけなのか。こんなところに飛び込んで罪滅ぼしのつもりか。罪滅ぼし。貴様は虐殺者だ。貴様が最高司令官だったのだからな。まあ確かにな。あの時俺が倒れた時点ではセキロウタはまだこの星の軌道上には到達していなかった。じゃあ託した後ピノキアたちが勝手にやったってこと？ってわけではなく、故にこの星に生物の存在はまだ確認できていなかった。もっとも上空からではこの星の生物は見えないようになってるらしい。だが予想はしていた。これほど理想的な環境の星に厳重生物がいないはずはないと。そしてその場合俺の命令がどのような結果をもたらすか考えぬわけではなかった。仮にこの星に君たち原住民がいると知った上でなら、俺は同じ命令を下しただろうか。重要なのはそこだ。悩みはしただろう。しかしやはり同じ命令を下したはずだ。君たちとは共存できない。なんで？あまりに言い過ぎている一方で決定的に違うからだ。音楽性の違いによりあれですかねそんなところではない。そして俺は人類の旅路を終わらせるわけにはいかなかった。見上げたものだな。起きてしまったことの責任は負うというわけか。それは過去の判断がどう変わっていたのかという想定というより、私を前にした今現在のナウの貴様の言葉だ。知らなかったから許してくれと応じてしまいそうなのを必死に耐えている。敵を滅ぼすのに許しなどは、など恋はしない。もう敵として、なんだろう、認識というか言い聞かせることによって、うん、なんだろう、覚悟を決めている感もありそうだね。そうか。ではなぜ死ぬ。別に死ぬつもりはない。お、みんな、あちゃんとバンジーしてたの。いつの間に。ちょっとあの手伝って引っ張り上げんのよいしょ。ちゃんと戻ってこれたじゃないかそんなロープとかで何とかなる問題だったの？で、何を見た？何か分かったか？いや、それもあるが、こちらから伝えることもある。第一調査隊の信号が復活した。お？彼らは今そこにいる。ああ。あのメモのタブレットを残してった調査隊。お？え、何？赤いブツブツ。気持ち悪い。なんかの体内みたいだね。ある意味ここはもう星の体内的なもんだけども。それだ、そのオブジェクトからだ。え、明らかに誘われてるな。ちょっとシャワー浴びてきていい？ガーダ、英会で何を見た？一体何があったんだ？行かねばなるまい。俺は待たせてしまっている。あ、行けるようになってる。セーブしとこう。それでは最終回かもしれないどこの区切りになってるかわかんないからな。ほんと体内的な感じだね。飛び降りますよ。ピュンコ、ヒューストーンしない。あ、これは俺っぽいね。はざーす。何でしたっけ。あ、わかります？声とか聞こえます？これは、あの船の中かな？眼球とか動いてるんで大丈夫そうですかね？指は何本に見えるすか？これはあれでしょ？ V サインしといて2って答えたら、いや、指は5本ありますよとか、そういう引っ掛けじゃないよね。人間なのか？え？あ、はい。人間っすね。そうですよね。そっからっすよね。僕はさくらって言います。ほう。戸惑いとか聞きたいこととか、いろいろあるとは思いますけど、まずはこちらからざっくり説明しますね。
なたは200年ほど死んでました。スリープ。でも生命活動は停止してたんで、とにかく呼吸器関係がボロボロで、その辺を再生して移植してアーダコーダして、まあいろいろと、死後1分以内には保存処置がされていたみたいなので、当時の記憶とか揮発せずに残ってると思いますけど、残ってますよね。そうだな、まだ寝起きで、どうかなって感じなんじゃない、さすがに。よかった。ではこちらの記録と照合しますね。あなたはカーダ、実況プレイヤーニコニコ動画初の実況プレイヤー、合ってますか200年前、厚生官高校世代間移民船セキローダーは滅びく故郷地球から脱出。セキローダーの人口は2万人ほどでしたが、その旅の途中でセキローダーも全滅。あなた一人を残して、あなたは最後の一人としてセキローダーのシステムをなんとか復旧。で、そのセキローダーが残された遺伝子情報や配偶子から人類を再生して今に至りますと。当てます。あ、ちゃんとシステムは機能してくれたってことか。残しておいた。また200年も眠っていたのか。またこれはあれかい、あのピノキアの、そうピノキアちゃんとやってないからね、申し訳ないんだけど、ピノキアもあれかね、なんかいっぱい眠ってて覚めた後に、なんかね、ピノ、あの女の子たちを使ってなんやかんやするっていうストーリーだったのかな。でそれが終わった後の世界かな、ストーリー的には。時代認識が誤っている。ん、俺が倒れて200年が経過したというのなら、セキローダが地球を出発したのは約400年前だ。俺が生まれた時にはすでにセキローダは地球を立っていた。なるほど。いずれにせよ無駄ではなかったということか。おろ、そんなどっかの流浪人みたいなあの戦いは。泣いてるんすか。ん、誘い惑わし貴様を殺す。え、すごい、すごいタイトルのダンジョンなら。わ、敵めっちゃいいんじゃん。ちょっとみんな行って。あ、一瞬でやっつけてくれた。もう、もはやアイテムは、素材とかいらないよな。まあ、霊銀とか、魔石とか落ちてたらちょっと迷っちゃうけど、あ、違う。癖で取っちゃう。多分採取ポイントとかあったらね、癖で、ね、カンカンってしちゃうんだろうな。てか、ツルハシ置いてくるべきだよな。なんで俺、五将大臣にツルハシは持ってきてるんだ。おっと、いけ、早い。ちなみにみんなの今の、装備がこんな感じかな。武器と、まあ、スピードとかライフちょっとつけすぎだったからね。回避会心のあたりはね、どうしようか迷ったけども、ただやっぱスピードがあるとね、殲滅の速度っていうかめっちゃ上がるから、今敵がね、敵から受ける前にもうベシベシやっつけちゃった方が結局のところってあるからね。でまあ HP が減ったらね、全体回復薬とかは多めに持ってきてるんで、それで対処しようかなとつい癖でねアイテムが落ちるのにね、無視するっていうのがね、できないねゲーマーの差が。飛び降ります。着地します。痛いです。足がしびれてます。ん、ピョン、ここはピョンか。えい、見やすいなこのダンジョン。あ、ニワトリ、違う、キメラっぽいのがいたね。このゲームのダンジョンで大体さ、暗かったり道が細かったりでさ、先があまり見通せず、そこがね、難しくなってて面白いっていうのがあったけども、ここは見やすいわ。なんか色は全然違うけど、FF5 のラスダンを思い出すな。次元の狭間。なんかワープポイントとかさあったりしそうだね。途中の移動のところでなんかボスとかね、イルガメシとか出てきたり。よいしょ。じわじわとだけど、ちょっと削られてんな。まあ大丈夫でしょう。なんだ、お城。お邪魔しまーす。マサオ。あ、
釜同士みたいなやつがいるぞ。ヘガ、ご無事ですか？膝地域の暗殺者。ほう。なんだっけ、霧の谷とかに出てくるあの忍者を思い出すな。これ何回目だ？ 7 回目ですね。行く先々で。だがどうにも決定力に欠けるな。連中も別に貴様の魔術を突破できるわけではないらしい。そのようで、我が結果のために敵は戦力を逐次投入せざるを得ない。ただ確実に情報が漏れているのが気になります。警戒を緩めず慎重に。逆だ。ん？これは時間稼ぎだ。この的確さ、間違いなく王宮内に裏切り者がいる。そしてこの度重なる襲撃は私を王都に返さないため時間稼ぎだ。敵の狙いは王宮にある。これはどこの時間系列のあれかね、思い出話、思い出話、記憶だなのかな。急ぐぞ。ん？ん？なんだ、雷か。鬼滅作戦をやった後なのかやる前なのか。方角的には王都か。ん？なんだあれは。何が、一体何が。これあれかい、群生平原の奥地に落ちていったあの、ん？え？これね、爆発だね。墜落の煙かなと思ったけども、ちょっと違うっぽい。お、敵だ。さまよう鎧のような、ここら辺の陰に隠し部屋とかないか。でエッチな下敷きとか置いてないか。グランバニア城ではない。いちいちやっつけなくてもいいんだけどね。どんどん先に進んじゃっていいと思う、今回は。はい。長い長い通路、ボス前って感じだ。玉座。あ、みーちゃん何座ってんの。俺が座んの。もうみんなして取り合わないの。玉座の下に隠し階段ないかな、ここは。お、これは赤老だないか。要するにさっきの後が赤老だは、無事を到達し俺の最後の命令を実行したと。あー、そうっすね。どうか人類を絶やさぬようにでしたっけ。カナさんも人類っすよね。確かに。そんなわけでカナさんもマザーにとっては守る対象っすから、冷凍保存されたわけですね。マザー？始まりのアンドロイドとも言いますね。ピノキアのことか。多分それです。ここはどこだ？月面基地っす。カナさんの保存状態であまり動かしたくなかったので。200年後とかゲーム実況どうなってるかね。ちょっとスケールがでかすぎるわ。あれが NA3 か。この星かな。いいよね、なんかこの宇宙関係をさ、なんて言うんだろう、ストーリーに組み込むとさ、一気に話が壮大になって面白いよね。植民が成功して本当によかった。ただ気がかりなのだが、幻獣生物はいなかったのか。あれほど地球に酷似した環境の惑星なら生物が発生していてもおかしくはないと思うが。ああ、いたらしいっすね、原住民。え、何？お、城から出てきて、またここは。おっと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 、危ねえ。なんか、かわいい。目が怖いけど、かわいい。だいぶ強化してるけども、どれくらいのステータスなんだろう。拠点に帰らないと。ステータスが分かんないね。おっと、道がないと思ったら、こっちの塩か。先行って。ゴーゴーゴー。ゴーゴーゴー。ゴーゴー、いけいけゴーゴージャンプ。あ、先に俺が行く。ぴょん。また記憶シーンかな？なかった。ぴょん。集合。あ、ごめん、S ギニル。自分で来た。一人ぼっちは寂しいもんな。
なんか構造的には似た感じでぐるぐるどんどん下に降りていく感じだね。別にそんな複雑構造にしないっていうのはあれかな、決してなんか侵入者を拒むために作っている場所ではないってことかな。でもそれだったらこの配置してるね魔物はね、うん、これもなんか侵入者撃退用っていうよりかは単にこの環境で生まれてしまった生物たちってことなのかな。どんどん飛び降りていくぞ。この服は、あ、これは日差し域のキャンプか。ここをキャンプ地としていた。それはこのアリスマとは、敵は やはり日差し域ではないのでしょうか。おそらくな。いや、もはや間違いない。敵は我々にとって完全に未知の存在だ。あまりにも強大すぎる。日差し域とてこれほどではない。では一体王さんはもうちょっと近づいた方がいいんじゃない。寒くない？大丈夫？謎の気遣い。やはり町はどこも壊滅です。生存者は一人も発見できませんでした。うわー、全滅させられちゃった。各国との連絡もあらゆる手段を持っても通じません。そしてどこにもかしこにも得体の知れない敵がいます。ピノキアたちのことかな。この状況でなお安全地帯となりうる場所があるなら二つだ。一つはエスギニル、あるいは永続海底研究都市くらいのものだろう。エスギニルですか。あ、ヤツの天空城に守られる地は絶対に安全だ。それが法則だからだ。でもな天空城が落ちない限りはだがな。いずれにせよ足がかりがいる。流浪し続けるだけでは拉致が開かない。迷宮遺跡はどうでしょう。我が国の領土内でもありますし。敵の強みはその数にこそある。めっちゃ攻めてたもんな。その上痛みもなければ恐れもない。迷宮遺跡に籠城したところでたやすく突破されるだろう。それにもはや国も領土もないのだ。そうですね。それでは次の目的地は天空城だ。お、え、何これ。ちょっと待って、みんなは。あ、いや、びっくりした。なんで俺一人なのって思ったけど。あ、これ回復薬じゃん。そして前のマップでお話かけるの忘れちゃってたな。なんだか頭が痛くなるわね。ここいろんな人々の記憶と意志が混沌と暴れ回ってるみたいで、まるで私にも呼びかけるようなそんな声も。凄まじい怨嗟と憎悪だ。お前めちゃくちゃ恨まれてるな。俺が適当なタイミングで寝首をかくかもしれねえが、エンディングまで書かないで。英会、今までは図書館より間接的に触れるだけでしたが、ここにもいなそうですね。英会には全ての死者の記憶が沈んでいるのだそうです。それが一気にワッと襲ってくるのが、だからあのキャラチェンジみたいなしてたのか。高速でほとんどは溶けて混ざり合い、こぼした水のように形は失われますが、人類保管計画じゃん。あれのような状態でしょ。パシャ、あなたへの殺意。わあ、みーちゃんがあっという間に殺してくれてる。一体一体は弱いけども。あ、バニーガール、バニーガール殺しちゃった。おじいちゃんや子供の姿に。なんだろうこれ、殺してるってか余裕でやっつけてるんだけども、やっつけてる側なのに心が痛くなるっていう、それが狙いか。またなんかガラッとね雰囲気変わって面白いな。本当にそれこそ FF5 のラスタンっぽいね。あれもさ、途中蜃気楼の街とか通ったり、いろんなねお城のところあったり、気持ち悪い風景のところもあったり。家の中に入りましたら、お、赤崎ガッション、よー、
あいつにはまだ病み上がりみてえなもんだから歩き回らせるなっつったはずなんだかな。俺は赤崎、挨拶が遅れたがあんたの担当医だ。ああ、この姿は要するにサイボーグみたいなもんだな。中身はちゃんと人間だよ。パカってちょっと開かない？俺が倒れて200年、何があったのか聞かせてもらえないか。話まだ長くなりますかね。ん？桜には聞かなかったが？いや、あいつじゃどうせ説明不足か。まあなんだ、200年前のことは資料がだいぶ欠損してて不正確なとこはあるんだが、まず戦争があった。ラグトリアとの戦争だ。あ、ラグトリアっていう星の名前なのか。もう名前出てたっけ。あんたの時代だとまだラグトリアとは呼ばれてなかったが、原住民がいたとは聞いた。マザーが彼らと戦い、俺たちが生まれ生きていくための土地を手に入れた。いや、奪ったと言うべきか。原住民の数は約6億。そんなの滅ぼしたの？それ以上にいたってことか。その全てを殲滅する必要があった。熱核兵器による先制奇襲、冷え。その後は大軍による掃討作戦が展開された。原住民は人類と極めて似た姿をしていたが、いや、向こうも人類でしょ。生物的には全く別物だった。彼らとは共存できない。さっきもそれは言ってたね。彼らが存在してはラグドリアでの人類復興はありえない。それがマザーの判断だったらしい。なんだろうね、なんかこっちの人類にとっては毒となるものを、例えば普通に向こうが吐いてる二酸化炭素とかがこっちの体には適応しないすごい毒となるものになるとか、そういうのかな。その戦争に勝利し、マザーは人類の再生を始めた。いろいろあったが、まあこんな感じに文明は復興した。あんたを再生させられるくらいにはな。こんなところでいいかい？詳しくは資料にアクセスできるようにしておく。ああ、使い方はわかるな。なぜ俺を目覚ませた？なぜ俺を生き返らせたんだ？なぜ？技術的に可能になったからとしか答えようはないな。あとはモロチン、あんたを蘇生させることで得られる利益もある。歴史認識のすり合わせとかな。ところてん、俺が目覚めた時に受け答えをしてくれたあの桜が、彼女は、あいつはな、いろいろ慌ただしいやつな。臨時で俺の助手をしてくれてたんだが、別の任務を受け負っていたんだよ。調査任務に、あ、もしかして第一陣って。俺たちはラグトリアの歴史を調査する NGO なんだよ。実を言うとラグトリアには不可侵領域が存在する。一つの大陸が丸ごと侵入不能になってるのさ。第四地域、当時からそう呼ばれている。うわ、またお、なんか半魚人っぽいのが。大丈夫、ここは入って大丈夫。マソゾーンじゃないかな。いや、うろうろしても、あの宝箱の一つとかも別にあるわけじゃなさそうだから、ほんとなんか端か正面突破でとっとと行っちゃった方がいいかなと言いつつ、うろうろしてしまうのが。あら、なんかほんとに紀元谷の奥地の魔女ハウスみたいな。奥もある。え、どっちだ、どっち先だと思う？まずこっちから入るか。お、え、どこに戻れんの？あー、戻れるんだ。うん、一回回復に戻ってもいいけどね。